わかるぞ沖縄返還交渉というものは全体が大きなアメリカ側のペースにはまった大密約事件であるということが言えるんですね。い いてない。い こんにちは。はいこんにちは。えー、今日は2022年の5月の13日の金曜日ですね。13日の金曜日ですね。えー、これが1101回目の丸劇なんですが、まあ冒頭でちょっともうあのまあ春ばれ来たぜ。あれは函館ですか。<laughs> そうですね。あののちょっと様子をお見せしていますが、まあ今日我々は小倉に。 出ますと。皆様、小倉っていうのは、なんかご縁があるんですか。もともと僕のね、母方のおじさんが、八幡製鉄にいたんですね。<あ>その後、新日鉄になりますけど。うんうん、その頃に遊びに来たことが、ありますね。今はもう、新日鉄でもないんですよ。そうですね。はい、新日鉄も <laughs> しし、ね、さらに、もう新日も古いんですよ。ね、うん、もう、うん、そうですね。そうなんですね。新日鉄がまた、また前の前に戻って、新日鉄の方が古いっていうのも不思議な。 感じですけどね、うんうん、まあ経済,経済東洋経済新報者みたいなもんでしょう、まあ。まあいいでしょう。あのまあ、今日小倉に来ていて一応今週はまあなんであえて小倉まで来たかというともちろんまあゲストの方をご紹介しますが、えー、この15日がまあ沖縄の返還からちょうど 50, 週50年目にあたると1972年の5月の15日が沖縄のまあ。 本土復帰というかまあ要するにまあ返還ですよね。返還協定の日ですね。返還協定の日これは宮台さん的には、うん、まあ今日はまあまさにそのテーマで話しますけど何かありますかこれについては。うんまあかなり風化しているなって感じがしますね。というのはまああの毎年恒例少しくしかも今回50年ということでねまあ N.H.K や民放が沖縄のあの問題を扱っているんだけれども結局扱っているのは まあ単純なこと、えー、沖縄は基地があることで困っていますっていうね、えー、辺野古の問題も全く解決に向かっていませんみたいな、えーまあ、はっきり言えば浅すぎるどうして今こういう状態になっているのかそもそもその背後にどういう日弁関係があるのかっていうことについては一切触れないっていうね、まあ、本当にデタラメな報道のオンパレードですねなるほど。まあ、50周年でもちろん まあ占領されてたわけですから、ね、その第二次大戦の後にね、うん、その意味では本土復帰というのは喜ばしい日でもあるんでしょうけれど、うん、同時に、まあ、今日の重要なテーマになると思うんですけど偽りりのの歴史の始まりみたたいになったわけですよね,ですね、まあ、当時使われた「えー、格抜き本土並」っていう言葉が、うん、実は全く空想な絵空事であった、えー、にもかかわらず、うん、いかにも何かこう そ,うそ,そっちの偽りの道をちゃんと来たかのように言いながらでも実際見れば今の種の状況あるいは普天間の跡地,跡地といいますかその、ね、辺野古を見ても、えー、あるいは、まあ、あらゆるあの今の沖縄の状況を見ても全然本来そっちの道をこれから行きますよっていう風に。 行ってないじゃないですか。実際は。うん、だから、そこは皮肉ですよね。うん、あの、千九百五十二年のサンフランシスコ講和からだと、七十年ですよね。うん、で,ねで、その後、沖縄返還協定までの二十年。うん、ええー、まあ、日本は主権国家になったかと思いきや、うん、実は、沖縄返還協定の裏にあった。密約を見ると、日本は主権を放棄したことがわかる。属、うん、国であったことが分かった。うん、あるいは属国であることを確定したということですよね。うん だから、属国への復帰だったら、はい、まあし、しょうがないよね、はい、主権国家への復帰だったらまた話は別だけど、うん、実は復帰した本土が実は属国であったっていう,と、ね、そういうことですよね。だから沖縄問題というよりもあの沖縄を含んだ日本の主権問題国問題ということは、ねまあ、そうでしょうね。うん、ただから、同時にそこに、またそれを全部沖縄に押し付けるということを、それでもわれわれは平気でやる、うん、できてるから。 日々それを見なくていい,、うん、いいようになっているところがまた問題なわけですよね。そ,ねそれをね、うん、本当は実際も,もう本当に強力なフィルターバブルの中にいるということで、ね、いるということですよね。うん、沖縄以外の特にまあ東京なんかはそういうことになるんでしょうけどね。はい、ただね、まあ僕は今日これからゲストをご紹介しますけど、我々は実はその偽りに気づくチャンスがあったんだと、うん、本当はこんなこと言ってるけどこうなんだからこれじゃダメだろうっていうことに気づくチャンスがあって、それの取っ掛かりを作って のに我々の方がまあ当時我々まだあのまあ一応生まれてましたけど僕らはねただもうちっちゃいですからほとんどあのもう頭数に入ってなかったのも71年の出来事ですからでもそれを生かすことができなかったんじゃないかというふうに私はその思いを今でもとても強く持っていてでそのまあえとっかかりを作った えー、まあ歴史のある意味ではもう僕,、まあ、僕なんかは実は歴史上の人物なんですけど同じ同業者という意味でねの先輩という意味でね方にですねやっぱりこ,ここは沖縄50周年っていうんだったら直接話を聞きたいとでまあちょっとなんか東京まで来るのは大変だっていうことだったので今回はあの、えー、小倉。 にお住まいということなので小倉までやってまいりました。で国楽の今あの近くのホテルでですね収録させていただいているんですが、えー、まあゲストをご紹介いたします。えー、元毎日新聞の記者で、えー、1971年にですね、まあ沖縄返還をめぐるですね日米間のまあ密約っていうとなんかちょっとこうなんていうんですか、月き溜めの表現になるんですけど要するに嘘の 嘘の合意が実はあってそれとは違うものを国民に説明していたのに実際は違う,嘘違うことを合意していたその内容をえまあすっぱ抜いたえまあスクープされたんですがまあその後その西山さんのスクープ劇っていうんですかねがどうなったのかっていうのがいろんな意味でその後の歴史や日本の当時の民土や それからあとで話しますけど、ほぼ同じ時期にアメリカでは実はペンタゴンペーパーのスクープというのがあったんですね、ほぼ同じ時期に、このほぼっていうのはどれくらいほぼかというと、3日違いとかなんですよ、ペンタゴンペー,ーパーが最初に報じられたのと、西山さんが最初にこれ報じたのと、3日違いとかなんですよで、まあペ、ペンタゴンペーパーがどうなったのかは映画にも映画で扱いました、ねうんまあ、あれはポストの方ですでしたけど、はい、本当はニューヨーク・タイムズがあのスクープなんですけどもね、ねニューヨーク・タイムズが差し押さえられたので、ポストが出すべきかどうか悩みに悩んで、 あの鉄の女をやったメルリーストリープ演じるキャサリン・グラハムがトム・ハンクスベン・ブラッドレー編集長にやろうって言ったっていうのがあの映画ですけどもね、まあえー、そのちょっとかなりコントラストっていうことも含めてですね両国の,あの扱いが違,違いすぎるほど違うようになったことも我々今どう考えるのかをちょっと今日はぜひみださんと西山さんと一緒に話していきたいと思いますので西山さんどうもよろししくお願いますよろしくお願いします。

上半身は、いいですけどね。うん、頭も、だって、しょっちゅういろんなの書いてるじゃないですか。いや頭の方は、まあ、そんなに狂ってないですね。<laughs> いや、知ってますよ。あの、しょっち悠久新本に、この、上中月三本連載、連載したばっかりです。はいはい、非常に評判良かった。いっぱい記事も書かれてる。あと、評判良かったですよ。五十、はい、周年なんで、やっぱり、取材、もう、たくさん来ますよ。もう。ねはい 日曜三日で、うん、で,でどんなこと言ってんですかその取材に対してはいやそれは思っていることを <laughs> 向こうで聞かれて思っていることを喋ってるますけどね。僕はミヤさんいまだにどうしても気に食わないのは西山シヤさんが新聞協会賞とかまあ別に新聞協会賞なんぼのものとなんぼのものだと思いますけど新聞協会賞なんかもらう必要ない、ね、まあ、まあほ、ね、あれ<や>なんぼのものだと思いますよでもねいやなんでそれ言ってるかというと ニューヨーク・タイムズがペンタゴン・ペーパーをスクープしてピューリッツー賞ニュール・シーハンピューリッツー賞を取りましたでしかもそれであのアメリカはんていうんですかそのペンタゴン・ペーパーの中身が出てきたために一気に沿線気分が強まってでそれこそベトナムの、ね、撤退それから引いてはニクソン政権の崩壊につながった一方こっちでは西山さん逮捕されてね 実はアメリカもエルスバーグさんという持ち出した人逮捕はされたんだけど結局は、免訴になっちゃったんですね。だから誰も,誰も刑務所に行ってない刑務所に行ってから実際に有罪判決としたとじゃないこっち逮捕されてこっちピューリッツァー賞で西山さん、毎日新聞やめ,らやめられることになったし有罪判決を受けたしでもっとひどいのはニクソン大統領は辞任佐藤栄作はノーベル賞で国葬で我々は送ったんですよ。 まあまあ <laughs> そまあそれを今にしませんどうこうっていうのはないですけどどうですかちょっと変な聞けないですけど50年、ね、50年経ってここにも出ていいけど、うん、このあなた方が大体間違ってるんです、うん、外務省公然漏洩事件ってカナダであるでしょいやだからこれね、うん、もう外務省のペースに入ってるいやいや分かってますよだから公然の漏洩じゃないんです漏洩っていうのは機密っていうものが国家機密として、はい 非常に重要であるという前提になってるんですよ。漏洩は。だから機密が漏洩するっていうことはね、大変なことで悪いことです。これ必ずね、この漏洩事件。だから密約ね暴露事件ですよ。だから見てください、一松さん。ほらちゃんと書いてるんですけどいやだから。世の中ではこういうふうに呼んでる。金次漏洩っていうのはね、あのいつ必ず使う。だから裁判所のなんかね、あのあれあの事件とかこういう呼び方なんですよ。でもだから我々は。 それからもう一つはねああの今裁判のこと言われたけど、うん、裁判はもうなくなったんですようん、うんね、あの裁判のあの,あの裁判は私は有罪とか無罪とか有罪とか無罪とか言う前に、はいはい、あの裁判の存立自体はね、はい、あれは空想なものでもう結局架空の裁判だったっていうことですなぜかというと偽証でしょうがあの時の唯一の基礎自由は、はい、ああ 土地の現状回復費の肩、うん、代わりの自由ですから、はい、それを私,私は商談の一角の一角しかいっぺんだけども、うん、それを取ったということだけども、はい、それは結局肩代わりしてたことは事実であるし、うん、それはアメリカの公文書で公開されましたから。はい あれは偽証だったんです偽証であるということは基礎自由が唯一の基礎自由が偽証したということはあの裁判のその構成要件がもうなくなったということですから裁判はさな,ないんですよあなた方すぐ裁判で有罪無罪言うけど裁判自体がもうないということをね確認しなくてはいけませんよ私は裁判を受けてないなぜかといと国家がねあれ偽証であるのにあの嘘の機密を 機密漏洩みたいにしてやったわけでしょ、うん、その機密漏洩の機密は偽証だったんですよで嘘だったんですよ。うん、だったら基礎自由っていうのはもうなくなるんだから裁判で消滅するじゃないですか。だから裁判で有罪とか無罪とかっていうこと自体がね、うん、間違ってるんで、うんうん、そ,それから出発しなくちゃいけませんよね。ね、うん。だから西山さんの書いたこの記事まあこれ今ここ二本ありますけどねそのまあ。 まあ、だってこの400万ドルっていうのも要するに実際は日本側が、まあ、払ってた。日本側が払ってたことは事実だけどもアメリカ側それはあのそういうことを認定してるわけじゃないんだからいい国は,はい、はい、そしてそれが唯一の基礎自由だったんだからだからその基礎自由はアメリカ側に日本側が肩代わりして払ってるにもかかわらず、うん、そ,のそうじゃないんで。うん それは、あの、積み漏洩したということになってるんだから、うん、裁判の構成要件はなくなったっていうことで。うん、自然消滅ですよ、うん、あの、裁判は、だから、裁判ないんですよ。うんうん、もう、裁判の有罪とか無罪とかということで事態がもう、大前提が間違ってるっていうことです、うんうん。基本認識が。正しく、の、な、なくてゃいけませんからね。基本認識がきちっとしてないと、このすべての問題は全部瓦解しますから。だから、結局、それは。うん 25年とかたってそれが嘘だったっていうことが明らかになるまで、まあ、ずっとなんか続いちゃったわけですよね。全部ね日本国中は全部そう,思ってそう思ってたわけですよねただアメリカ側でまずは25年たって機密解除になって出てきたのを見たら、うん、あなんだ西山さんの言ってたことは。それはほんのそのワーネーエレメントですけども、ね。はいはいはい まあまあ他の密約もいっぱい出てきましたけどね、はい、もちろん大国国立公文書館でね、はい、公表したやつですから六百、はい、ページあるはい、はい、全部が密約ですから密約ですから、はい、ね沖縄返還交渉はね全体が密約ですから、はい、全部嘘だ嘘だ、ね、だからそれをよく頭の中に入れてないと、うん、私の小さな事件を追いかけましたって意味はないでも小さいけど尻尾、うん 掴んだじゃないですか尻尾の尻尾ですからねでもん氷山の一角だわけですよ氷山の一角だけれども、はいはい、氷山の一角は一角であって氷山があるわけです、はいはい、氷山があるわけじゃないこの氷山を日本のいわゆるメディア、うん、日本のあのすべてのメディアは一遍たりとも報道していない、うんうん、日本のメディア戦後の日本のメディアはあのいわゆる秘密国家機密での不当な国家機密を一回も抜いたことないですよはいはいはい 全部アメリカの国立公文書館の公表ですよ。うん、それをただ追いかけてるだけですよ。朝日も毎日も読売も。日本の記者のレベルがもういかに低いかということですよ。うん、私はその中のほんの一辺たりでも、一辺に触っただけですけどね。うん、いや、でもその一辺がちゃ、まあ、締めに出たわけですよね。うん、その嘘がね。うん、一辺、その尻尾かもしれないけど。あの、宮内さんは、この。 まあもちろんその事件のその後の経緯もご存知なわけですけれどもね要するに密約が出たと密約の,の存在はすっぱ抜いたとでまあ他者は全然そのまず後追いもしないしでその後にまにそれこそ,そのえこの外務省の,その事務官との関係みたいな方にその目をまあ佐藤栄作はあのもうそれをかなり意図的に。 それをやろうととしてててたってことも分かっこもかるわけですよねそんなことを言って大丈夫なのみたいなことをねなんかこう言っていたっていう証言もありますからだからそっちに目を向ければ密約なんて誰ももう見なくなるだろうっていうふうに、まあ、政府が思ったのはいいんだけど本当にそうなっちゃったじゃないですかでこれ、まあ一言で言えば民度低いって言ったらそれまでですけどちょっとそのもうちょっと具体的な経緯とかをご存知の上でそのあのとののきのなり行きって宮根さんは今はどういうふうに見てます。ますか あのまあエルスバーグ氏がまあ違法なえ情報暴露をしたということで1回逮捕されているわけだけれどもその後免訴された理由はなぜかということをよく理解する必要があるんですね。でこの番組でもまあデュープロセスオブローとかですね推定無罪っていう原則をお話ししてきましたけれどもまあこれは単純に言えば国家権力は非常に恐ろしいものであるがゆえにああよく言う100人の 罪人を放免するとも、一人の無辜の民を軽することなかれっていうね。この原則になるわけです。つまり、市民と国家権力っていうのは対等な存在ではない。したがって、国家権力には極めて重い足枷が課せられるのである。一ミリたりとも暴走を許して。ということなんですよね。で、ちょうどその裏側が、ペンタゴンペーパーに関する。まあ、エルスバーグ氏の面相なんですよ。つまり、あの国家の、あの。 嘘国家の暴走そうしたものについての告発、えー、これはたとえ違法な手段を用いたのであるとしてもですねその国家という恐ろしい実態の嘘を暴くことの公益性は極めて高いとしたがってあの、まあ、違法な持ち出しがなされていたとしても、えー、違法な手段でしか国家の悪を暴露できないのであれば、えー、それは免訴される。 つまり推定無罪の逆向きなんですよね国家犯罪を明確に、まあ、暴露するためにはですねやはりとあらゆる手段が許されるのであるっていうことなんですよね。日叔さん言ったみたいにもうこの裁判自体はね前提がもう崩れてるんで、うん、あの今更これをどうこう言ってもしょうがないっていうのはね <laughs> <判>その通りだけどただね一応ね 僕はやっぱり非常に問題のある論理立てがあったと思うので一応こちらはちょっとお見せしておきますね。その要するに一心は、まあ、それに近いことを言っているそうです、ね、公益性の方が重大。報道することの利益の方がうが、んね、明らかにだから、まあ、そその箇所はあったかもしれないけど仮にあったとしても。 そ,れそ,そんなことよりも報じる目的の方が公益性が高いと、うん。だって国家犯罪なんだもんね、アメリカと合意していないことを合意したがとのごとく政府が、佐藤が言ってたわけだからで実際、国会でも嘘を言ってるわけですよね、福田外務、えーえー、大臣なん,、うん、なんていう外務大臣でしたっけね。ですよね、嘘の嘘の証言をしているわけですよね、まあ、だからそういう意味ではもう大変なスクープだったわけですけど、ただ、ちょっと宮田さんにこの2つを評価してほしいんです。つまり そのそ,そのかしがそのなんかこういう関係があったことによってそのそそのかしの意味っていうのが変わるっていうのが僕はちょっとなんかそんなこと要するに密約は密約なんですよ、うん、大変なことなわけですよまさに国家の暴走があったわけですよねで,すでもそんなことよりもこっちの方が許しがたいみたいなことを裁判所がですよ、うん、まあそもそも検察が起訴状で情報通じなんて言葉を平気で入れてきたそれはその当時の検事が あえて世の中がそっちに何か関心ありそうだから入れたっていうようなことをですね佐藤健事言ってるんですねだからわざとそれに乗っかってやろうとしたわけでで本当にそれに乗っかっちゃってで世の中もみんな乗っかっちゃって結局密約の方に話をしないとこれちょ西山さんに今更っていうふうに思うかもしれないけど今西山さんはこれを振り返ってどうですかその。 私の密約な小さな密約であって、はい、沖縄返還交渉というものを基本性格をね、うん、論じなくちゃいけない沖縄返還交渉はどういう、うん、性格の交渉であったかということ、うん、アメリカは九、ね、1972年までにどうしても返してくれって日本が言うでしょ佐藤、うん、内閣の4戦が終わった時が72年ですよ。うんはいはい 4000があった5000はないからね、ほぼ、うん。<分>ね、佐藤がにに期限つけたわけですよ。うん、自分の任期中に沖縄の返還を実現しなくちゃいけない。うんはい、どうしても返してくれと。うん、アメリカは締めたと。足元見てるわけ。足元見てるわけですね。メムランダム13号って知ってますか。うん、メムランダム13号すべては、はい、1969年の5月の28日だった。はい アメリカの国家安全保障会議、はい、日本が72年ま,で年までに返還してくれとあれまあ言ってきているとどうしようかと対応を協議したわけですよ、はい、国家安全保障会議というのはアメリカの安全保障関係の最高の会議です、はい、でそこでよしじゃこれは協議したわけですよ。うん、そ,そこで よし分かった1972年までにどうしても返したいんか、うん、どうしても返してくれ、うん、よしそれなら条件つきよう、うん、今から我々が言うことを飲めば、うん、飲めば返してやらないこともないやらないこともないその条件ってご存知ですか条件。いや 基地を自由にに使えるようにするです、ね、アメリカ軍が従来どおり基地の完全自由使用をやると,、うんま、るということは事実上の,あの占領軍ですよ事前協議も何もないんだから日本側と出撃外国に出撃する時にそれは信仰的な性格を持ってたてとしてもね 事前しないいいでんだから事実上イエスの予約ですから自由ですからねそれを認めるんならねメモランダム13号で認めるんならこれですよ沖縄返還交渉の基本一番大事なことはそれはあんまり言ってませんけどね皆さんはメモラン400万ドル400万ドルバカみたいに言ってるけどそれは大したことじゃないんで。 基地の自由しよを認めるんなら、うん、あのまあ考えなく考えてもいいとこうやったわけです基地の自由しよって簡単に言うけどね、うん、世界で二国二国間二国間同盟でね、うん、その駐留する軍隊外国の軍隊がね。うん 自分たちの思うようにね随意的に自分たちが思った判断でね従ってね自由自在にね外国に出撃してね侵略もできるしそれからまた防衛目的でもできるし何でもできるなんてねこれははっきり言えばまあまあ事実上続国ですよ、ね、国家じゃないよ国家主権の自己否定ですよ。 これは重大な問題なんでね、うん、それをアメリカは要求してきたわけですよ。あら日本は参ったよ。これはねそれを簡単にいいダクダクとそれをね OK したらですよ、うん、国家主権の自己否定になるということでね結局ね共同声明に盛り込まなかった、はいね、共同声明に出てませんよそれを。 それに伴う共同記者会見があった総理大臣の、はい、そこでねまあその共同記者会見において極めて抽象的にアメリカ側がそういうように朝鮮半島だとか台湾とかベトナム方面にあるいわゆる西太平洋全域において合同すると出撃するという時には その十分にその出撃が可能に自由自在にできるように配慮するという趣旨の表明したわけです。実情イエスの予約,予約したそしてようやくまとまったわけですよ。うん、沖縄返還公式の基本性格はそ,こそ,それです、ね、で同時に それとも伴ってアメリカ7億ドル要求してきた最,近最,最初7億ドルって言ったら今の4兆円近いからよ、ね、アメリカ勝手に沖縄を占領しておいてそして自分たちが統治してその統治費用がかかったからって日本払えなんてそれそういう国際的な論理通用しますか ね、自分たちが占領してきたその占領費用全部建て替えているからお前が払い、うん、これもまたひどい話ですよこれ、ね、それも要求してきた3億6,000万3億7500万ドルでようやく落ち着いたけれどもその3億ドルっていうのは全部にどうしてもつりつま合わせしなくちゃいけない。 日本の国会で構成要件を必ず聞くから3億ドルはなんとなんとなんで3億ドル払う7500万ドルなんで7500万ドルそこで全部それ嘘800の内訳作りをやったわけですよで1億人件費の増加だとかみんなでっち上げやで核撤去費まで入れた沖縄からの。 それがひどい、ね、核撤去費が7500万ドルですよね。うん 7, うん、アメリカは m ース b というのう旧体依然たるその地対空ミサイル、うん、地対空核であって、うんうん、もう事実上核戦略核戦略体系から外れてしまっているの、うん、もんかいつ撤去してもいいよなうな、んうん、ものそれをどう撤去費で、ね、7000万ドルもかかる。 当時何千を何,何兆円ですよ一兆円、うん、それ計上したでたらめばっかりやってで結局まあ国,国会に上渡してるだから国会は完全に欺まされたわけですよ、ね、国会は国権の最高機関であって国会の承認案件っていうのは条約協定とだけでしょ。 予予算案と条約予定だけですから参議議院のの決必要としないのはだからこの最高の議決承認案件に虚偽の事項が入っているわけでもう,もうこんなはっきり言けどこう,こういう国はないんでね、まあ、そういうことをやったわけですよだから沖縄返還交渉というものは全体が大きなアメリカ側のペースにはまった大密約事件であるということが言えるんですね。 西山さんが見るに日本側がそのアメリカ側のそれにまあ乗ったのはいやどうしても72年までに佐藤内閣の時に佐藤が、うん、佐藤内閣はね池田内閣に次いで佐藤内閣ができたで池田内閣は沖縄返還問題は当うつ,うつ始まったわけです、はい、当時、はいえー、池田内閣の時から始まってた。うん 返還しななくちゃいけないけ、うん、池田もそう思った、うん、アメリカに行ったケネディ大統領に会った、うん、どうせ返し,返してくれないかねって言ったらいやちょっと待てよ今ベトナム戦争の最中だとベトナム戦争は沖縄が最重要な前進基地だからあれ全部アメリカから行ったんじゃないか沖縄から行ってたからねあのベトナム侵略は。だからまあこれやってる時に 変換するととといいいうことはできななじゃないかと言って同時にもしも,もしも日本がもし強行したとしたら日本もベトナム戦争に巻き込まれることになるわけだからこれは大変なことだと。でも大平は私によく言いましたよ自由使用だから結局ね基地の自由使用を認めることになるということになれば日本はベトナム戦争に巻き込まれると。 いうことだからなって言ってて言たそれぐらい警戒してたからや,めや,やる消極的だったんですよ、うんね、やっぱ宏池会消極的で高知会というのは絶えずその時の流れ歴史の前に進む流れと後ろに引っ張る流れとのこの激突が歴史状況だから、うん、その均衡点を探っていって、うん、それのバランスをと見つけ出して やるのこ小遣いですからまあす、ね、小遣いの理念ですから、うんうん、で、それそうするとそれ見て見て佐藤は締めたと、うん、池田がやらないなら俺がやってやるって言ってそれ <laughs> で彼は沖縄返還をあえて持ち出したんですよ、うんうん、池田がやらないから、うん、れこれは光明審ですか<さ>佐藤栄作のえ、この佐藤栄作の光明審ですかいい光明審ですね光明審というよりも佐藤栄作の 佐藤は池田参戦に反対ししして立候補したでしょう佐藤は池田を支持して池田内閣を作ったんですよ。ところがその佐藤は宏池会は要するにバランスと全党一致と党内の要するに融和と寛容と忍耐ですから結局新安保条約の時に。 批判的な意見を述べてたら河野一郎とか三木田京の一派まで全部内閣に入れちゃったね,、うん、ね実力者内閣って私これ得段にとったんですよ、うん、一面大トップだ、うん、池田内閣の当初にと第2代の内,内閣の時に実力者内閣って全部全部入れた、うんうん、ああ佐藤は激怒したね 何だろう俺は一生懸命やって協力して内閣を作ってやったのに新安保条約の岸の新安保条約1960年安保の時に批判的なそれに批判的な原理を漏した連中まで全部内閣に入れたんですから宏池会や宏池会の精神で入れたんだ、はいはい、それでそれで範囲池田になったんですよ佐藤がね。 佐藤はは幹事長ですか当時は通算大臣通通大大臣にな,、はい、な,な,なってその時に全部の内閣を入れたわけだ河野、うん、も三木も、うん、その時に佐藤は「入らん」って言った、うんね、俺はこ,のこういうその配信行為、ねえー、の内閣に誰が入るかって言って頼むから入ってくれ入ってくれ言って、うん、ようやく通算大臣に入ったんですよ、うん それから範囲池田になって範囲池田になった時に池田が沖縄返還に消極的だからアンティテーゼとして彼は出したわけですアンティテーゼなるほどね。だから佐藤内閣の沖縄返還というのはせ清掃のために出したようなものですでそれ、それに乗じて福田赳夫は範囲池田の9 0 0本の福田赳夫が個人数であるけれども範囲、うん、池田範囲池田でいい 豆腐刺身連盟作って、もう断るごとに。池田大学、池田大学が反対。で、その佐藤が。反池田になったので、閉めたと思って。便乗して。ね。うんうん、別露亭になった。それが今週の大福田ですよ。うん、今週の、今週日本の政治はあれじゃないですか。福田派で全部閉めてるで、うんまあまあ。その,、ね、その時の、その清和会の源流はそこに始まったんです。はいうん、なるほど。うん、私は一番、その時詳しいですよ。 自民党のキャップ首相官邸の前に自民党のキャップやってて外務省のキャップやってたからよく知ってますけどね、まあ、そういう状況ですそういう状況が起こった起こっうことです。うん、沖縄返還交渉はだからあの池田の反池田というもののために作った政争的なものとして持ち出してきたわけだから。 それから期限切ったんですよ自らの任期の間にどうしてもやらなくちゃいけないとい、うん、期限切ってそれでそれでアメリカのメモランダム13号っていうのを突きつけられた、うん、それ全部飲んだ全部飲んだけれどもそれを全部飲んだってことを公表できないなじゃないですか、うん、飲んだってことを公表できないから全部密約にしたと、うん、こういうことです。こううい非常に大きな地図書いたらそういう地図だ。うんまあ でも当然宮内さんアメリカは佐藤は焦っているっていう情報はもちろん入ってるわけですよね。でそこで出してきてだからその今の沖縄の状況とかを見るにね、まあ、まさに政治の現場で一戦で取材してた西山さんなんかはそのもう人間的な何て言うんですか人間いその佐藤栄作が池田に対するライバル心とそれから自分の功名心人気中にやりたい。 でそれを足元を見いいですよ。公明心でもいいよ。まあそのいい内容であればね。政治,政治っていうのは、うん、いい内容であればですね。要するにプライベートな造詣とパブリックな造詣とはこう、うん、融和してできるんですから。うん、はいはい。公明心があっても構いません。ただだけど公明心があったとしても、はい、その自分のやったことはあのそのプロセスは国民にいろいろな面であの取得しなくちゃいけないけれども。 要するに結論というものは外交重大な外交構想ですからね、はい、国家のその後の後影響も大きいです、ね、戦後の中に3つの中に入るぐらいの重大な外交構想ですからそれのプロセスは隠したとしてもね結論だけは全部、ね、公表しなくちゃいけないそしてその公表と同時に解説しなくちゃいけませんよ。それが民主国家の、ね、あるべき姿でねこれは指定されるとね もう民主主義じゃなくなるんですよね。いやそれをや,やってのけたのが佐藤内閣です。うん、歴史に汚点を残したんです。ね、だからそこ嘘があったわけですよね。結局ねそこにはね。はい、でまああの前にもご紹介しましたけどね。その佐藤さんの密使として密使としてですね沖縄返還交渉に当たった若泉慶さんのおこれ衣装ですけれども。 やっぱりこうあるわけですよね1969年日米首脳会談で歴史に対して追っている私の重い結果責任ということで、まあ、よ文面読めば分かりますけど、まあ、その責任にも耐えかねて。 この自殺される遺書っていうのを残してこれもあの太田知事からですね私は託されたので、えー、じゃあ,あのできるだけ多くの方にということでお見せしてるんですけど、うんまあ、佐藤栄作さんがとにかくまとめろっていうことだったということですよねで若泉さんはそれを忠実に、まあ、はっきり言って沖縄の方々に、ね、すごい申し訳ないことになっちゃうんだけどとにかく自分は密使だから佐藤さんの意をくん 受けてやってるんだからってことでやったとああ。うん、どう、まあ、どうですか、ここまでは。こんなことで決まっちゃうんです、ね。まあ、沖縄返還協定は協定ってアグリーメントだからね。うん、西山さんがおっしゃったように、何にお互いアグリーしたのかっていうことがはい、はい。とても、あの、国民にとって大事なことですよね。はいはい、で、そこに大嘘がつかれていたということは。あの、まさに国家犯罪というふうに言えます。で、問題はね。 あのさっきのピューリあのつまりペンタゴンペーパーとかの問題ともあるんですけれども,ーーども基本その国家の大嘘について、うん、マスメディアが、ね、そ問題視しなかったっていうこと、うん、で、まあ、基本物事の優劣問題についての先ほど申し上げたようなあの 例えば取材の手法はうんぬんかんそれは違法だったり合法だったりするだろうけれどもけど、ねうん、それによって暴かれた国家の大嘘について人々が議論をするということ、えー、これが最も公共的なことでねその公共性を見失うような優先順位をつけてはいけないでアメリカの場合には正しい優先順位をつけましたよねでそれはあの要するに違法性阻却自由にあたると重大な国家の嘘を暴いたのであるから と,いうねえー、ところが日本の場合には地裁の判決を除けば、えー、国家犯罪重大な国家犯罪を暴いたということの公共性についての一切の評価がない。でこれは日本がまずまず司法のプロセスからして民主主義ではないということを証ししているし、えー、さらにその司法は実は神保さんもおっしゃったようにマスメディアのある種の続上ですよね。マススメディアののある種キャンダルに 吹き上がった俗情にこびるあるいは俗状を参照するような形でね国家犯罪を隠匿する方向に動いたということこれは司法の劣化でもあるけど何よりも大きいのはマスメディアの劣化あるいはそもそも日本には国家のいわば公共のですね公共的な営みを支える反公共的な営みをチェックするというマスメディアの使命をもともと果たす力がなかったっていうことを 証明しているだからもちろんその後日本はどんどん劣化して、まあ、今日に至るわけだけれども、はい、その劣化の,その最も大きな種というか、まあ、それ以前からもう劣化していたのかもしれないけれども日本がいかにですねなマスメディアを持っているのかということが明かしされたのがこの返還協定をめぐる密約に関わる、まあ、でたらめな報道合戦だったということですね。はいはいうん 一応、ね、宮田さんの今の話をちょっと補足しておくとね、うん、ここにあのエルスバーグ博士の「免ソっていうのがありますけどこれはね一応裁判上は何があったかというと、まあ、エルスバーグさんに対する違法な盗聴とか、うんえー、エルスバーグさんの,あの精神科医の家にあのいわゆるあの ブレイクインしてそのカルテを盗んだりしたっていうことがばれて結局ミストライアル、えー、メインソンになったんですねそのあの裁判のテクニカルの上ィングでもそれが非常に大きいのはこれちょっとここで切れちゃってて申し訳ないんだけどあのニ,クソンニクソンの辞任っていうのがこのあの後にあるわけですね。でねこののエルスバーグ博士の 精神科医のファイルを盗むために組織された秘密のチームがそのままウォーターゲート事件での民主党の ウォーターゲータゲトビルに盗聴器を仕掛けたチームなんですよ、実はこれが、ここでそのチームができて、でその後それがまあニクソンの辞任につながるわけなんだけど、でも、あまりにも後退賞でしょ、西山さんに対する扱いと、それからこのニール・シーハン記者、えー、ニューヨーク・タイムズに対するピュリッツァ賞、ね、それから、えー、それこそ、えー、エルスバーグさんは面相で、こっちはもう裁判で,すで、しかも佐藤栄作はノーベル賞、ニクソンは辞任。うんで これはあれですかねまだこ少なくともこの時はアメリカはまだい今いい時代だったということなんですかねつまりある程度そういう民主主義が機能していた時代ということになるんですかねまあそれは結構重大な問題ですね、うん、日本に比べればはる、うん、かに良い働きをしていたマスメディアも手法も、ね、ということですよね、うん、で基本民主主義っていうのはね手続き主義ではあるというものの、うん 国家の犯罪をチェックするということについては実は目的論じゃなきゃダメなんですね。でそれがさっきのデュープロセス・オブ・ローであるとかあの、まあ、推定無罪の原則なんだけれども国家はチェックしなければいけないっていうねこの目的論をどれだけ持つのかっていうことが重要なんだけどそういうアメリカ、えー、ちゃんとした目的論を持っていたにもかかわらず今現在のような状況になっているということですよね。だからこれはあの民主主義があの 本当にですね、あの脆弱な、簡単に言うとそれは健全に機能するようにさせるために必要なリソースがあまりにも大きすぎるっていうことがよくわかるって言うんですよね。